皆さんこんにちは、プログラミング講師の今入です。本日は Python を学習していくためのロードマップについて、私のチャンネル内の動画をご紹介しながらお伝えしていきたいと思います。大枠の流れとしてこちらになります。まずは動画の概要をお伝えし、具体的なロードマップについてお伝えします。最後に私からメッセージをお伝えして終わりにしたいと思います。まずは動画概要からです。私はですね、この今入のプログラミング塾というチャンネルを通して約150本の動画をアップしてきました。そのほとんどが Python に関する動画です。正直 Python 初学者向けのコンテンツは一通り公開することができたと思っています。まあ、その一方でですね、150本近い動画があることによって、何から学べばいいかわからない人も増えてきたと思っています。そこで本動画では、今にのプログラミング塾で Python スキルをアップするための学習ロードマップを共有していければと思っています。ということで、具体的な学習ロードマップ見ていきましょう。まず前提としてあるのが、プログラミング学習に欠かせない考え方を皆さんには手に入れていただきたいと思っています。いきなり変数とは何か、for文とは何かって学んでいくのもいいんですけれども、その前にプログラミングの学習効率を上げるためには、こういう風に考えておくとよりスムーズにですね、理解することができますよっていうところをお伝えしていく動画があるので、それがですね、このプログラミングで挫折した私が学科唯一の100点を取れた3つの考え方というものになります。まずはこちらを見ていただき、これを見ることによって、あ、こういう考え方でプログラミング学習を進めればいいんだなっていうのがわかるので、まずはですね、こちらをですね、まあ、10分ぐらいで終わるので先に見てください。その上で Python 基礎、 Python 応用という実際にプログラミングをしていくっていう流れに入ることで、後々の理解度、理解スピードがどんどん変わってくるので、まずはこちらを見ていただけるといいかなと思います。その次ですね、じゃあ前提として考え方を理解することができたら Python の基礎ということでプログラミングに入っていきます。大きく分けて2つご用意しています。1つ目が基礎習得ということで、まずはですね、 Python を学びたい人、こちらを見てください。完全版、この動画1本で Python の基礎習得ということで、これはですね、変数って何、 for 文って何、 if 文って何とかっていう、いわゆる基本的な文法を、約2時間の動画にギュッとまとめたものです。全てを網羅しているというよりは、どちらかというと今後ですね、必要なものを取捨選択してギュッと凝縮してまとめたものとなっております。で、この基礎を習得してくれればですね、この Python 応用に行くこともできますし、その次の基礎力アップってところにも行けるかなと思いますので、全てに共通する基礎の部分だと思ってください。で、この基礎を習得し終えた後にですね、この Python 応用、具体的に例えば Excel の効率化とか、そういうのに行くのもよしですし、その次にですね、この基礎力アップに行くも OK です。この基礎力アップっていうのは、いわゆる基本的な文法とか、よく使うような関数メソッドと呼ばれるようなものですね、そういったものを演習形式でお伝えするものです。鬼の100本ノックというサムネイルでドドンと、載っている動画となりますが、こちらも約2時間からですね、3時間ぐらいかけて100問解いていくものになりますが、これをやることによって、ああ、こういう機能あったんだな、こういうものが使えたなとかっていうのをですね、頭の片隅に残しておくことができます。そうすることで、基本的にですね、プログラミングってどれだけ引き出しがあるかっていうのが非常に重要だったりするので、この100問を終えることによって、ああ、そういえばこういう機能あったな、こういうのあったなっていうのがパッと出るような力をですね、つけていただきたいなというふうに思っています。ということで、まずは基礎習得、その上でもっと基礎力を上げてから次に臨みたいという方は、基礎力アップのこの100問の動画にチャレンジしていただけたらなと思います。これがまず Python 基礎です。その上で Python 応用です。ここですね、非常にボリューミーというか、いくつかパターンがあります。大きく分けてですね、5つに分けました。Excel 操作の自動化を行い方、業務の自動化を行いたい方、 Web スクレーピングを行いたい方、 Web アプリケーションに取り組みたい方、そして AI 機械学習をやってみたい方という5つに分けています。これですね、どれから先にやってもいいですし、順番にやっていただくもよしです。ただ目的に応じて全然やることが変わってくるので、大きくこの5つのカテゴリーで分類しました。まず Excel 操作の自動化というものに関しては、 Python による Excel 操作、自動操作入門連結版という2時間のコースがあります。これをやることによって、Python で Excel 操作、いわゆる Excel の業務効率化をやるにはどういう風にやっていけばいいのかという、ライブラリの使い方とか、その他ですね、具体的な、実践例みたいなところをお伝えしているので、 Excel で何かやっていきたいとか、おそらくですね、 Python を学び始めた人の一つの理由がですね、 Excel の効率化とか Excel 業務の効率化
効率化とか、まあ、自動化あたりだと思うんですよね。まあそういう意味で Excel 周りの自動化を行いたい方は、まあ、この2時間の動画を1本見ていただければ全然問題ないかなと思います。その次、業務自動化ということで、 Excel とか関係なく今皆さんが行っているタスク、まあ、いわゆる業務を自動化したい人に見ていただきたいのがこちらの約 1.5 時間の動画です。これはですね、業務をただ単に自動化するだけではなく、自動化するとなったら、例えばルーチンワークのようなものは、まあ、定期実行、いわゆる毎週何曜日にこれを実行してくださいねって言われるような、まあ、定期実行の仕組みをしっかり構築する必要もあります。その定期実行までもしっかりお伝えしているのが、こちらの動画となっております。まあ、定期実行までしっかりやってる動画って多分 YouTube 上にそんなに多くないかなと思うので、非常に面白い内容かなというふうに思っています。そして3つ目ですね、まあ、Python を学ぶ大きな理由の一つが多分 Web スクレーピングではないでしょうか。まあ、ウェブ上からデータを収集する技術、これがウェブスクレーピングだと思ってください。まあ、それに付随して、まあ、実際にブラウザを操作してクリックしたりテキストを取得したりとか、まあ、いろいろな操作、いわゆるブラウザ操作の自動化も一緒に行うことができるんですが、まあ、ウェブスクレーピングを学びたい人はですね、この2時間のウェブスクレーピング超入門のですね、連結版をご覧になっていただけたらいいかなというふうに思います。こちらを学ぶことで、まあ、それこそセレニウムを用いたスクレーピングの方法や、あ、こういうふうにやっていくんだなっていうのがですね、具体的にイメージが湧き、皆さんの業務、これもですね、業務効率化につなげることができるかなと思うので、ぜひですね、ウェブスクレーピング学んでいただけるといいかなと思います。まあ、正直ですね、この Excel 操作の自動化も業務自動化もすごいんですけれども、ウェブスクレーピングがですね、私も初めてやった時にうおーっとなるような技術だったので、まあ、どれでもいいやと、どれから学び始めてもいいやという方はウェブスクレーピングから学んでいくことをお勧めします。そして4つ目、ウェブアプリケーションということで、まあ、Python で何かしらのアプリケーションを作りたいとなるとですね、よくフラスクとかジャンゴと呼ばれるようなウェブアプリケーションのフレームワークを用いてアプリケーションを作ることがほとんどなんですけれども、まあ、それから入るももちろん良しなのですが、私がすごくお勧めしているのがストリームリットというライブラリーです。こちらを使用することで本当にサクッとですね、データを可視化したり分析するためのアプリケーションを作成することができます。これ約ですね、1時間の動画となっていますので、これですね、非常に簡単だな、こんな簡単にできるんだっていうのがですね、わかると思うので、まあ、非常にお勧めしております。それこそ Python の基礎をちゃんと習得された方であれば特に問題なく、まあ、非常に簡単に実装することができるので、アプリケーションちょっと作ってみたいなという方はこちらをお勧めしております。そして最後5つ目がですね、 AI 機械学習。まあ、Python といったらなんか機械学習 AI っていうイメージ強いですよね。まあ、そういった方向けに AI 機械学習についてざっくりと学ぶことができる3時間コースも用意しております。こちらですね、まあ、いわゆるディープラーニングとかっていう部分ではなく、まあ、いわゆる従来の古典的な機械学習の手法ですね、何々分析、例えば回帰分析とかサポートベクターマシン決定義と呼ばれるような、今まであったような従来の機械学習の手法を実装するやり方や、そもそも機械学習って何ぞやっていうところを触れた3時間のコースを用意しております。ということでですね、 AI 機械学習に興味がある方はこちらをご覧になっていただくのがいいかなと思います。はい、ということでですね、まあ、5つピックアップしましたが、皆さんが一番興味のあるものから取り組んでいただいて大丈夫です。正直レベル的に、まあ、特に差があるわけではないので、どれから順にというわけではなく、興味のある順に見ていただければ OK です。特に何もないよという方は、先ほどもお伝えしたように Web スクレーピングから入っていただくと、あ、非常に面白いかなと思います。うわ、こんな簡単に Web から情報を取得できるんだ、うわ、ブラウザ操作こんなに簡単に自動化できるんだって驚くと思うので、まあ、楽しさを実感していただきたい場合はウェブスクレーピングがいいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、Python 基礎をしっかり習得した上で、この Python 応用ですね、順番にやっていっていただけたら、だいぶですね、もう基礎力は身につき、まあ、こういうふうに応用していけば業務の効率化、自動化とかできるんだな、あ、こういうふうにすれば自分の身の回りの業務に活かしそうだなっていうのを実感することができるかなというふうに思っています。はい、というのが全体の学習ロードマップとなります。で、最後ですね、私からお伝えしたいこととしてはいくつかあります。私の動画で今お伝えしてきましたが、 Python 領域で有益な動画をアップしている方というのは正直たくさんいらっしゃいますし、分かりやすい動画を上げてくれている方たくさんいます。なので、まあ、私の動画をベースにお伝えはしましたが、他の方の動画を見ながら、あ、今西のがいいな、あ、それともあの人の動画がいいなとか、まあ、いろいろとですね、まあ、合わないというのもあると思うので、ぜひ、まあ、幅を広げていろんなコンテンツ、いろんな動画をですね、味見していただけたらなと思います。
で、学習するだけじゃなくてですね、動画見て、見るだけ、書くだけじゃなくて、自らその内容を発展、応用して何かを作ったり、このコードを書き換えたらどうなるんだろうというふうに工夫してみてください。そうすることによって、皆さんの Python のスキルの深さ、そして幅広さっていうのはどんどん広がっていくと思います。で、最後にですね、本当の最後に、やっぱりですね、何よりも大事なのは、プログラミングを楽しめるかどうかだと思っています。楽しい内容から取り組むのでも全然大丈夫です。いきなり難しい内容入って、これできないなとなるのではなくて、あ、これ楽しいな、この内容をもっと学びたいなとワクワクするような、楽しめるような内容からどんどん取り組んでいってください。はい。ということで、まあ、ざっくりとなりますが、私のチャンネルを用いて、私のチャンネル内の動画を通してですね、学んでいくならこういう風に学んでいくといいよという Python 学習ロードマップでした。